子先生と学ぶ鏡は。じゃ今日は初めてヒラメを、ヒラメを、そうです、ヒラメをさばいていきたいと思います。ちょっと怖いんですよね、触るのがまずさっきまで生きてたんですよ、本当1時間前ぐらいまだ生きてたんですけれども、怖いですね。口開くんですよ、ほら。ああ、私結構どうしましょう。ごめんなさい。じゃあ YouTube を先見た通りにやっていきたいと思います。まず鱗を落とすって言ったんで、鱗を白っぽくなるって言ってたんですね、 YouTube 的には。他の YouTuber さんですね、こうやってやってましたね。あ、本当だ、白くなってきた。いい感じですね、意外と。頭の方はきっと落としちゃうからうろといいんでしょうね、きっとね。特に何も言ってなかったですけど、たまにちょっと動くような。これ何にして食べるのが美味しいんですかね。今日はもうお刺身じゃないですかね。お刺身ですか。はい、昆布締め、昆布締めだそうです。あとでじゃあ締めちゃいましょう。こいつギュッと。これどれぐらいやったらいいんですかね。なんか特に言われなかったんですけど、多いですよね、きっとね。あ、でも反対側もやってた。反対側、あ、怖い。はい、こっちもやってましたね。ちょっと汚れちゃう。こっち、ウロコあるんですかね。いや、なさそう。でもなんかこうやってやってたんですよ、 YouTube の人みんな全員やってたんで、全員やってたんで多分やった方がいいんでしょうね。軽くついてるのかな。こんな感じでどうでしょう。ちょっと一回この鱗汚い汚いやから、よし、新聞さん、ちょっとこんな一枚内側に折りましょうか。いいんじゃないですか。いいですかね、はい、よし、じゃあ私の一番に苦手な頭を下ろします。頭かわいそうで、ごめんなさい。どっち向きだったっけな。ここに内臓があったんですよね、だからこうだったかな。こう、まあ、ちょっとその辺はざっくりいきたいと思います。ごめんなさい。あー、口開く。ちょっと見ててください。ちょっとここ見ててください。ちょっと見ててくださいね。ほら、やばくないですかこれ。ごめんなさい、痛いって言ってる。苦玉が、
ニガ玉があるからちょっと気をつけてみたいなこと言ってましたね。ニガ玉、キモってことですかね。ごめんなさい。あ、絶対になんかやっちゃいましたね、私、はい、こっちも。怖い、ごめんね、ごめんなさい。でここになんか書いてやってっつってた。よし、あ、私はいたごめんなさい、ちょっとマジで怖い、これなんで口開くの、もう。あ、閉じた。やりましたね、やりました。ごめんなさい、シミついてきちゃった。よし、多分これで頭は取れたと思います。あ、怖い。あ、ちょっと私本当に痛いかもしれない。ここがね、ちょっと消えてなかったみたいで、ここが消えてなかったみたいで、頭取れました。あ、頭いるというか、よし、で、この中を洗っていきます。呪われる、呪われる。これヒラメか、ヒラメ。この中ね、上手に洗っていきたいと思いますね。上手に洗って言ってますよ。頭がなくなるとちょっとすっきりしますね。見られてる感じがないので、私結構苦手なんですけど、いいんじゃないですか。あ、なんか内臓みたいなやつ残っちゃってる。どうするんだろう、いいのかな。まあちょっと後ででいいか、こんな。よし、ちょっと血がすごいね。ちょっと剥がしましょうかね。いいんじゃないですか、剥がし、うん、こちらも。ちょっと血さんだけ、次も血さん出ないので、ちょっとここだけちょっとこうしておきましょう。よし、じゃあ早速、今日はなんか5枚おろしっていうのに行ってチャレンジしたいと思います。はい、はい、この尻尾のところに入れて、この真ん中を切っていくって言ってましたね。おお、じゃないですか。結構いい感じにできてる気がするんですけど、ガリガリいってますね、はい。で、こっちからいってましたね。で、こっからなんていうんですかね、骨に沿って、骨に沿って、はい、いい感じじゃないですか、結構、うん、ね、いいかもしれない。そうですよね結構上手にできてると思われます。で、もうちょっといくと縁側、うん、ね、出てくる。ここだけちょっと骨の角度が変わるらしいので、ちょっと気をつけて切っていきたいと思います。縁側ってここなんですね。どこなんだろうと思ってました。そうなんですか。縁側ってあんまり食べたりしないので、あんまり、はい、いい感じじゃないですか。で、今ここ切って、ここまで切ったんで、あ、ここ剥がれてないですね。で、ここ、ここね、こういう感じで、
全然切れてないですね。ちょっとここ持っちゃっていきましょうか。あ、いいんじゃないですか。こういう感じでいきましょうか。ちょっと私これすごい時間かかりますね。申し訳ないですね。いや、いいですね。でも結構な素晴らしい、まず1枚目が、うん、できそうですね。できたと思います、私なりの、うん、これも Q さんに見てほしいですね、うん、ヒラメもあ、いけるようになったんだぞっていう。ちょっと鱗が甘かったら鱗出てきますね。いや、まあいいんじゃないですかね、うん、ちょっとわかんないですけど、どうですか1枚目、うん、ほら、うん、美味しそう。じゃできたらちょっとこの辺に置いていきましょうね。まず1枚目です。いい1枚目できたと思いますよ。じゃあ次2枚目いきます。2枚目はさっきと一緒ですね、容量的には。はい、じゃあここから。音がちょっといいですね。そうですね、ちょっと音、声付きで言ってもらって。あ、ちょっと言っちゃいましたね。すいません。いいです。ガリ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 って言いますね。ね、パリ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 みたいな。そうですね。うん。うん。しゃ。して、さっきと一緒ですね。こっちを。切れ目が入ればいきますね。いや、これ確実に成長してきてますね。料理とか、うん、ほぼしないので本当に包丁をまず使う機会はないんですけど、魚だけちょっとさばけるようになりたいですね。はい、2枚目いいんじゃないですか、うん、初めてにしては綺麗な。いや、いいですよ。いいですよね、ちょっといいですよ。いいですね。これ今また倍の時間かかるんです。たまに口開くんですよ。ああ、気持ち悪い。気持ち悪いって言っちゃいけない。ちょっと見てください、これ。こっちなんかこの辺を押すと口開くんですよ。開かなくなった。なんでだろう。できました。ちょっと骨が残っちゃいましたね、ここ。どうしたらいいんだろう。まあいいですかね。はい、3枚目でれん。いいですね。いや、いいと思います。いいですね。すごくなんかいいと思いますよ、はい、よし、じゃあ待ってください。YouTube の方たちはあれですか、ノーカットで上げてる感じなんですか。これ20分ぐらい、
そのところでできてしまう、ほぼ無駄なく、ちょっと、あ、いいんじゃないですか、ちょっと曲げちゃいましたけど、はい、4枚、そして5、これで5枚、5枚、はい、多分これ入れて5枚なんだと、あ、でももうペラ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 なんですよ、ペラペラなんですよ、うまいうまい、初めてにしては、いやもう鑑定、裏も見せてください、一応もう多分顔見えてんじゃないですか、好きすぎて、うん、見えてないです、見えてないそこまではいかない、はい、じゃあこちらも見たい、いいかなと思います、どうでしょう、いいですね、いいですね、チャーくー、はいはい、ありがとうございました、じゃあそんな感じで今日はかどっちでした、ヒラメのさばき方をやってみました、挑戦してみました、ありがとうございました、ありがとうございます。